皆様こんにちは。ファイナンシャルプランナー監修、工場勤務の底辺脱出、貯金1000万円の日常です。今回の動画では学生時代のアルバイトを含めた非正規雇用の工場勤務歴計8年の大ベテラン、ライン工、軽作業、工場事務、検査員、機械オペレーターの経験を持つ私が、底辺職と就活サイトで紹介されていた工場勤務のメリット8選をあえてご紹介します。では行きます。工場勤務のメリット8選、ニート OK、 誰でも歓迎、始まり始まり。まず1つ目のメリットは、仕事がとても簡単だということです。軽作業やライン作業といったいわゆる単純作業は、工業系の場合は部品にシールを貼ったり、部品に部品をはめ込んだり、部品に部品を組み合わせてネジで締めたりするだけで、食品系の場合はケーキに銀色のキラキラやチョコレートのプレートを乗せたり、いちごのヘタを何千個も延々と切って落とすような感じなので、頭を使わず超簡単です。仕事が頭を使わず超簡単なので、仕事中に別のことを考える人も多く、単純作業の人は大概仕事とは違う別のことを常に考えております。私の従事する機械オペレーターの仕事も簡単なので、毎日毎日仕事中、現場ではプライベートなことや副業のことを常に考えております。2つ目のメリットは、仕事が見つかりやすいことです。実際問題、こんなやつにでも工場ならたくさんの働き口はあり、私は元ニートで、大学卒業以来失業保険を受給するために離職を繰り返し、ろくな職務経歴がありませんが、工場勤務なら引く手があまたで、4年以上の長きにわたり何度も何度も断り続けているにもかかわらず、以前に登録した人材派遣会社からのスカウトがあります。大きな工場では非正規雇用を大量に募集することがあり、このような食事を食べられる社員食堂のある会社に簡単に入社することができます。3つ目のメリットは、ワークライフバランスが良好なことです。工場勤務の現場職の場合、設備の都合上現場以外で仕事ができないため、保育士さんや事務系の方のように終わらなかった仕事を自宅でするようなことがなく、作業場から出たら、さあ仕事のことは忘れよう、プライベートと仕事をしっかりと分けることができます。しかも非正規雇用の場合は仕事の難易度が低く、人数もそこそこいるので、比較的休みやすく、仕事の難易度が低いため生活を充実させる余力ができます。仕事の難易度が低く、頭にも余力があり体力にも余裕があるので、余力で YouTuber としての副業をしております。4つ目のメリットは、身支度に時間をかけなくても済むことです。これまでの動画で何度もご紹介させていただいておりますが、非正規雇用の工場勤務は大抵の場合、外部の人と接することがないため、大して身だしなみを整える必要がありません。隣の作業場には推定体重120キロのピザデブの正社員がいるのですが、彼は何日も風呂に入っていないので、頭はギトギトで、近づかれたら息を止めるほどの匂いで、やつが歩いた道に
残りががはっきりと残るくらいでも、工場勤務の場合は注意をされておりません。このように身だしなみ以前の問題、風呂に入らない人間失格レベルでも OK なので、田舎の工場では本当に身だしなみなんてどうでもいいのです。特に田舎の工場勤務は通勤は大抵車、バイク、自転車なので、身だしなみに気を使う必要がありません。5つ目のメリットは、通勤服代がほとんどかからないことです。特に田舎の非正規雇用の工場勤務の定番の通勤服は、夏場は T シャツにジーパン、冬場はダウンにジーパンなので、本当に通勤服にお金がかからず、給料が安い割に副代がかかる事務系の仕事に比べると、経済的に本当に楽でお金が貯まります。田舎で事務職をやりたくない理由がこれで、最低賃金のくせに自前で仕事用の服を用意させられて、最低最悪だったので3ヶ月で辞めました。6つ目のメリットは、運動不足の心配がないことです。工場の仕事は立ち仕事で、体を動かすことが多いので、仕事自体が運動になり、わざわざジムに通ったり、運動の時間を確保する必要がなく、運動が嫌いな人でも会社に行けば強制的に運動ができるので健康的です。私はニート時代2週間以上家から出なかったことがあり、運動は大嫌いですが、工場勤務のおかげで運動ができて、健康診断の結果も良好で、糖尿病や肥満の心配がなく、血糖計や腎機能が素晴らしいと褒められたことがあります。7つ目のメリットは、女性の仕事にしては給料が良いことです。神戸では女性の仕事といえば、最低賃金水準からプラス100円程度が普通ですが、食品以外の工場の場合は女性の仕事にしては賃金が高く、経歴、学歴、容姿も不問のため、工場勤務は田舎の女性がお金を稼ぎやすい職種です。最後は、空調が効いた屋内で仕事ができることです。快適な環境で仕事ができる、これは私が工場勤務を選んでいる大きな理由の一つで、製品の品質の都合上、空調の効いた屋内での仕事が多く、底辺職にしては快適な職場環境で働くことができることがメリットです。工場勤務のメリットをまとめるとこんな感じで、 1. 仕事が簡単、 2. 仕事が見つかりやすい、 3. ワークライフバランスが取りやすい、 4. 身支度にかける時間が少ない、 5. 通勤副代がほぼかからない、 6. 運動不足の心配がない、 7. 女性の仕事の割に給与水準が高め、 8. 空調の効いた場所で仕事ができる、底辺職の割には意外とメリットも多く、工場勤務は穴場かもしれません。いかがでしょうか。就活サイトで底辺職として紹介されている工場勤務ですが、メリットもたくさんあり、貧乏人のイメージがある職種ですが、実はお金が貯まりやすい職種で、ライフワークバランスがとても取りやすく、生活を充実させることができます。最後に、軽作業やライン工の仕事は、この動画でお見せしているようなことと同等の難易度で、線を決まったところに刺してカバーをかぶせたり、
シールを貼ったり、ネジを売ったり、そんなことでお金がもらえます。だから工場勤務はニート OK、誰でも歓迎なのです。ニートのあなた、引きこもりのあなた、大丈夫、私と一緒に働きませんか？本日はご視聴ありがとうございました。工場勤務をしながらの動画作成の励みになります。高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。